あやべ、いて。先ほどのね、転倒で服が破けてしまいました。なんか建物が見えます。大きな建物だ。こんなとこに屋敷があります。スタジャンですかね。なんかそんな感じでございます。というわけでおはようございます。今日はちょっとね、前振りは珍しいところに来たんですけど、昔ここね、レストランがあって、まあ、レストランっていうかこの後ろに列車があるんですけど、この列車が、レストラン的なね、場所だったんですけど、もう今はね、結構雨漏りしてて、上が結構やばそうな感じでブルーシート覆われてるんですけども、今日はねここじゃなくて、ここからちょっと1時間ぐらい離れた、またこの山の上の集落に、行こうかなと思います。まあ、そこもね、1970年代ぐらいに、離れた人が離れたんですよね。だからもう50年ぐらいかな、人はもう住んでないっていうエリアなんですよね。ちょっとそこに行こうかなと思います。でちなみに多分ここはね、平成の初めぐらいまでやってた、レストランなんですけど、今はこういうね太陽光発電のパネルがあったりなんですけども、まあ、普通にこれ開いてんですけどね、近くまで行って、撮影とかしたいんですけども、まあ普通の行動からの、撮影にしてます。はい、はい、というわけで目的地到着いたしました。もう目の前に、ね、建物があるんですけど、わ、オイルとかねありますね。油か、これはパソコンが Mac ですね。昔のパソコンがあります、1台。この先にあの集落というか、なんかあるそうで、ちょっと今日はそちらの方に行ってみようかなと思います。上だったかな。
あ、やべ、痛い。うわ、破けた。最悪や。うわ、破けた。なんか建物が見えます。大きな建物だ。こんなとこに。先ほどのね、転倒で服が破けてしまいました。たかがちょっとした苔だったんですけど、こんなに破けてしまうとは。せっかく気に入ってた服だったんですけど。でもこんな立派な蔵がここにはあります。ちょっと行ってみましょう。屋敷があります。服が吊り下がったままです。スタジャンですかね。なんかそんな感じでございます。スタジアムジャンパーが、あのベースボールとかそういうあのベースボールチームが着てるそういうジャケットです。なんか中もねガランとしてるんですけど、タオルが、タオルかな。昔の家なんで上が広いですね、天井が。
11月って書いてます。ちょっとね、どれぐらいの時代のものかちょっと見えないんですけど、11月と12月書いてます。ちょっとね、中には入ったらちょっと危なそうな感じがするので、まあ、ここからのあれになるんですけども、まあ、物はそんなに古くない、最近のものなのかなと思ったり、するような、ものもあるんですけども、どうなのかな。でもここの屋敷はもう昔からあるような、それこそ昭和の初期なのか明治時代がちょっとわからないですけども、まあ、そんな雰囲気の、残る、場所なんですけども、ちょっと行ってみましょう。庭、なんだあれは、凍結って書いてますね。どういう建物だったんだろう、ここは。民泊みたいな感じだったのかな。この凍結ってのもなかなか、そのここにずっと住んでる人たちにとって当たり前のことなんですけど、こうやって書いてるってことは外部の人が出入りしてたのかな、ちょっとわからないですけど、民泊的な感じで使われてたのかな。トイレがあります。青色ですね。青色のトイレは結構珍しいとか、昔のトイレっていう感じで聞いたんですけども、明治時代からあったのかな。2001年、比較的まだ新しいです。2001年、まあといっても20年前の話ですから。この電力のやつも、もう中身がないですね。電気のあれも中身がなくなってます。ちょっとこっち側行きましょう。こっちにはね、池みたいなのがあります。池があり、その奥にも建物があります。立派な。あるんですけど崩れてますね。ここはおそらく納屋だったのかな。中にはね、なんか木材がかなり、なんかあるような感じで、まあ薪とかね、この中に入れて、まあそこに、ここに、まあお風呂みたいな、お風呂ですね、これお風呂場がここにあります。この奥ですね、ここで炊いてという感じですね。すごい立派な建物です。こっち行きましょう。瓦があります。ここに何枚も建物があったんでしょう。よし。
これは。これはおそらく油を入れる缶ですね。相当古い感じでございます。どうなってるのかな、これなんかちょっと城壁のようなね感じになってますけど、どういった、あ、ここにもなんかあります。これはなんだろう、あ、なに、車、車ですね。なんだろう、ここ見るとなんかすごいあの未来カーのような感じもするんですけど、その下にあのコカ・コーラの瓶があります。コカ・コーラの瓶が、瓶があります。こっち側にもこれちょっとなんか、すごいな、でもこれはすごいね、耐性の車ですね。ちょっと行ってみましょう。これは面白い。なんだこれは。フィルターのような感じか。これもね、相当時が経ってますね。これ車検のやつですよね。62って書いてますね。時代的には昭和62年ってことかな。すごいなこの車。ちょっと車種がねわからないんですけど、後ろのなんか あんまし見たくないな。こういう感じになってですね、なんかアメリカンチックな感じですね。なんかトランクがあってと、もともと多分これは完全に今ちょっと開いてんですけど、奥の方も完全に向こうも見えなかった感じだったんですよね。トランクですね。メーカーがどこなんだろう。トヨタですね。トヨタの車です。あ、でもこっから多分落ちたんでしょうね。落ちたんでしょうね。じゃあここから落としたんでしょう。こんな感じでございます。本当に多分ここからズドンと下に落ちて、でその横に建物があります。管理棟のような、これも木材がたくさん中に入ってます。あ、ベビーカーがあったりという感じです。でこちらは先ほどのあの納屋とか言ってた建物なんですけども、もう完全にこちらからねもう崩れている、まあ、そんな状態です。でここからまた車がね SE って書いてます。
タイヤがありますね。これはどこの車だろう。メーカーがわからないな。SE トヨタ、トヨタ、トヨタのなんて書いて、スプリンター、スプリンター、スプリンター、ちょっとここも写真撮っとこうか。本当に人が誰もいなくなって、管理する人もいなくなったんでしょう。酒瓶がすごいですね。これはよし。ハイカラな感じのハンカチ。これも納屋だったんでしょう。ドラム缶がありますね。そういう車とかの感じだったのかな。ちょっとすごいですね。でもこの建物は、で酒瓶がものすごくあるので、この持ち主の人がこんだけ飲んだのか、それともまあここがなんかそういう宿みたいな、民泊みたいな感じだったのか、定かではございませんけど、動物のねぐらになってるみたいですね。中にそういうような感じのスペースがあります。ちょっとどういった建物か定かではないですけども、まあ間違いなく、なんだろうな、なんかドラム缶とかねたくさんあったりとかしてるので、結構あのこの地域では重要な役割を果たしてる。なかなか立派な車があったりで、ね、なんかちょっと気になる物件でした今日は。ただ本当にあの帰り道がね大丈夫かなというような感じでございます。先ほども服が破けてしまったので、もうすごい気に入ってた服だったんですけど、これをまあちょっとあの
帰って綺麗に縫ってまた着ようかなと思います。まああの2000年初めぐらいはねまでは出入りがあったのかな、お酒のプラスチックケース年号が2001年と書いていたけど、お酒の場合だと長期保存ができるので、まあ、どうなのかな、不法投棄もあるかもしれないですけど、かなりね昔のものだったのかなと思います。というわけで今回ありがとうございました。あでもなんだあれ赤の気になるものばかりですけど、で皆さんの身の回りでも多分こういう感じのスポットはあると思います。まあ一応こういうのを見て実際に行った雰囲気になっていただけたらという感じで、お送りいたしております。というわけで景色の眺めのいい場所から今日は失礼いたします。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。